欧州住友商事ロンドン本社に勤務します、ホーム・グレイアムと申します。本日在英日本企業とイギリスの法律事務所とに生じるビジネスギャップにつきまして発表させていただきたいと思います。まず簡単に私の経歴について紹介させていただきます。私は1991年にイギリスで弁護士の資格を取りました。そうしてかねてより関心を持っていた日本で弁護士としての仕事をスタートしました。大阪の山上法律事務所と合併前の西尾祝いの法務審査部で合計7年、日本で働いた後、1998年にイギリスに帰国してからは住友商事法務部に勤務して10年以上の年月が経過しました。振り返れば英国人弁護士として日本企業に在籍し、日本弁護士振り返れば英国人弁護士として20年にわたり日本企業に在籍してきました。日本で仕事を始めた当初、私は日本語の弁護士の社会的地位に大きく驚かされました。日本では弁護士は先生という敬称をつけて呼ばれており、まだ若くあまり経験がなかった私までもがホールマン先生と紹介され、非常に恐縮したのを覚えております。欧米の弁護士のイメージは社会的地位が高いというよりもお金がかかるというイメージの方が強いのではないでしょうか。イギリスではアメリカほど弁護士は悪く言われませんが、弁護士は高くつくというのがイギリス人の本音かと思います。そしてもう一つ、日本の弁護士が享受していた顧問料という特権的な報酬について非常に驚いたのを覚えております。さらに日本企業の法務部社員がとても優秀で、顧問弁護士のアドバイスを聞く前に事前の調査をすべてこなし、必要な書類をすべて用意しており、顧問弁護士はその資料のもとに、はい、これで大丈夫ですと返事をしておしまい、そういう気楽さにも驚かされました。このように当時の日本は先生と呼ばれ、特別な案件を処理しなくても毎月顧問料を通して一定額の報酬が支払われ、日本企業が用意した資料に OK と返事をすれば済むという日本の弁護士にとってはバラ色の時代でしたが、現在は日本の弁護士にも石鹸の風は冷たいようです。さて本来のビジネスギャップについて述べさせていただきます。まず日本企業から指摘する英国法律事務所に対する不満ですが、英国法律事務所が提供するアドバイスが全て網羅をしようとするあまり、肝心の部分の回答が曖昧になってしまうということが挙げられます。これは法律事務所がそのアドバイスに想定的全てのケースを網羅しようと努めるあまり、肝心のアドバイスが間接さを失い、曖昧な内容になり、長文で非常に分かりにくいものとなってしまいます。これで日本企業が期待する簡潔でしかも的確な内容を持つアドバイスとは全くかけ離れたものとなってしまいます。例えば私は日本企業の企業内弁護士としてイエスかノーかすぐに回答が求められることが頻繁にあります。具体的にはこんな感じでしょうか。実はお得意さんの一人から教授にこの書類にサインするように頼まれてるんだけど、法務的に問題あるかどうか午前中に判断してくれないというようなものです。多分外部の法律事務所にはお手上げの問題でしょう。
幸いにも我が社の場合、そういう時には関係部門を緊急に集め、問題を話し合った上、私が総合的な判断を下せるような体制ができております。また反対に、イギリスの法律事務所からも在英日本企業に対して問題が指摘されています。それは案件を処理するため必要な情報が求めて総合的に与えられずに、断片的にしかも時間の経過とともに与えられるというものです。それによって当時与えられた指示の内容も変わり、法律事務所側の判断もその都度変更を余儀なくされるということです。これは法律事務所側に問題ばかりでなく、稼働時間によって弁護士事務所から報酬を請求される日本企業にとっても大きな不利益となります。ある法律事務所のこんな話を聞いたことがあります。会議中に日本企業から一切質問がなかったため、その法律事務所は案件に着手してよいと判断し、会議後3週間してから3ページにもわたる詳細な質問事項を受け取り、びっくり仰天したというものでした。私は日本企業の企業内弁護士として、関連部門からの意見の聞き取りと、本社の意向の把握を常に念頭に置き、案件を着手を行っております。社内で処理できるものは社内で処理し、外部の専門家の意見の必要とするもののみ、外部の法律事務所に委託しております。それにより、企業は迅速で、しかも的確な行動と判断と行動が可能になり、その上もコストを削減することもできます。こういう点から日本企業とビジネスを行うイギリス法律事務所には、日本企業にさらなる理解を求めます。例えば、日本の総合商社のような特殊なビジネスモデルが存在することを理解することも大事です。そうすれば、こちらの弁護士もあまり馴染みのない総合商社と製造会社の特別な関係などについても理解することができるようになります。今回、私は在英の日本企業と英国法律事務所間におけるビジネスギャップに焦点を置いて発表しましたが、両社の取引関係にはプラスの面が数多く存在することは皆様ご承知の通りです。私も20年で日本企業を渡る弁護士経験を持つユニークな英国人弁護士として、今後とも日英ビジネス関係の向上のために魅力ながら尽力させていただきたいと思っております。以上で私のスピーチを終わらせていただきます。皆様ご清聴いただきありがとうございました。20年間日本の企業に弁護士としてお勤めになって、はい、イギリスの企業と日本の企業の一番の違いは何だと思います？簡単に言うと、弁護士から見て。弁護士から見ることですか。まあ、日本の企業ですね、結論を出るまですごく時間かかるの部分と思います。イギリスはそんなに時間かかんないですか？日本企業と比べたらそんなに時間かからないと思います。そうですか、まあ、日本企業の場合関連部門に関係ありますから、まあ、あちこち回らなくちゃならないし、まあ、あちこちの意見聞かなくちゃならないし、結構時間かかるんですね。それと在英日本企業の場合、日本の本社の意向も
ちゃんと認めなくちゃならないと思います。でも日本今 の, あのイギリス人の理解では、はい、日本企業というのは時間がかかるけれども、はい、一度コンセンサスができるとすごく強いという意識があるんですけども、はい、そう思いますか？はい、私も賛成です。そう思います？はい、うん、もう全部ちゃんと回って解決あの結論できて結構強いんですね。結論できてからもう、もう動きが早いんですよ。でもそうする前にイギリス人の法律事務所が、まあ、何かやってるとかよくわからないみたいな。あのロンドンにある日本企業の場合には例えば弁護士がいてやることは大体わかるんですけども、はい、例えば日本で20年間日本で何年いたんですか？7年、はい、7年です。7年間、はい、で弁護士で仕事してたわけですよね、はい、日本では例えばイギリス人の弁護士がやる仕事ってどういうことがあるんですか？例えばですね、あの山上法律事務所でお客さんの、まあ、説明書覚書みたい日本語で、あのそのことを全部読んで英語で契約を作ることなんですよ。それから、まあ、日本の弁護士に全部説明してこのポイントは一番大切なのか、まあ、お客さんに対して、それから日本の弁護士は仕事をやるということは日本の弁護士のアドバイスをする。そうですね、にアドバイスをするという。そうです。そうすると日本語の、書類をまず英語にして、はい、それでそれをまた日本語にして、はい、説明するわけですか？そうです。そうですか。また日本語の説明もらって英語の契約書を直すことですね。そうするとじゃあ日本の企業でも英語の契約書が必要なときに、その通りです。出番があるというか、はい、活躍するわけですね、はい、それは、まあ、法律事務所で法律、まあ、日本の法律で直接お客さんに会わないんですね。私は日本の弁護士じゃなくてイギリス弁護士ですから。それで私は西岩の法務審査部で入って普通の社員で、まあ、リーガルアドバイスというのことは話しました。例えば営業の方たちにいろんな話することができました。あのそれからこっちに来て日本の企業にお勤めですけども、はい、日本にある日本の企業とイギリスにある日本の企業とはちょっとやっぱり違います？そうですね、まあ、日本国で行っている日本企業は、まあ、向こう本社存在することはすごい心配じゃなくて、いつも日本の本社何を考えているのか、あの日本の本社に顔が向いているっていうこと。怖いみたいですね。本社の意見、例えば弁護士を、まあ、新しい弁護士を話しするときですね、それでは例えば本社があの弁護士事務所全然分からなくて、まあ、怒るんですね。あの弁護士大丈夫か、君は責任持つか、あの新しい弁護士使ったら、まあそういうことですね。そういうことがあるわけね。わかりました。どうもありがとうございました。